みなさんこんばんは、なこちゃです。今回はマイクラでトイレのマークの作り方を紹介したいと思います。それではやっていきます。準備が整ったのでワールドに入りたいと思います。今回はマイクラの建築の動画が初めてなんですけど、もし作ってほしい建築のリクエストがあったらコメントへ教えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録もしてください。高評価もお願いします。それではワールドに入れたので、早速マークを作っていきたいと思います。女子トイレの旗の作り方の材料はこの4つになります。まず地面に旗折り機を置いてクリックして開いて白い旗を置きます。これでピンクの染料を1つ取って置いたら、こちらのマークを選択します。このできた旗をまた置いてピンクの染料でこちらのマークを選択します。そしたら今度は白い染料でまたこれを選択して、最後にこのピンクの染料で顔になる丸いやつを選択して、白い旗でのフレームをやったら女子トイレのマークができます。次に男子トイレの作り方を紹介します。材料はこんな感じです。この旗の模様はクリーパーの模様なので洗濯するときは注意してください。まず空色の旗を置いて白い染料を置きます。そしたらこの真ん中の縦のラインを選択して、もう一度白色の染料を入れて、この時にクリーパーの旗を入れます。そしたらまた白色の染料で最初のこれを空色のやつでこの上の部分を隠します。最後に白色の染料で顔の部分になる丸いのを選択して、そしたら女子トイレと男子トイレのマークの完成です。ぜひ参考にしてください。次回予告、次回は公園の砂場の作り方を紹介します。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた会いましょう。バイバイ。